自民党の石破総裁は午後、国会で第102代総理大臣に指名され、新しい内閣を発足させます。石破総裁は総理就任を受けて9日に衆議院を解散し、27日投開票の日程で衆議院選挙を行う方針です。国会では午後、衆参両院の本会議で総理大臣指名選挙が行われ、 石破総裁が第102代総理大臣に指名されます石破総裁は直ちに組閣作業に着手し皇居での認証式を経て新内閣が発足します新内閣発足を前に石破総裁は国民に正面から向き合い精神誠意語る逃げないで実行する内閣にすると話しました新内閣は自民党総裁選で戦った林官房長官が続投 加藤元官房長官は財務大臣に起用されます女性閣僚は子ども政策担当大臣として初入閣する三原潤子氏文部科学大臣の安倍敏子氏など2人また初入閣は環境大臣の麻生圭一郎氏経済安全保障担当大臣の木内実氏デジタル大臣の平正明氏など13人となります お気持ち一言でもま、ね、まだ決決って答えないし、っしっかりと頑張っていきたいというふうに思いますし、ご支援いただいた皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。石破総裁は昨日の会見で、衆議院選挙を二十七日投開票の日程で行う方針を表明しました九日に衆議院を解散する方針で、新内閣は発足早々、選挙戦に突入することになります。